友人がネットワークビジネスにはまってるんですけどどうしたらいいですか。絶対お金を貸すな。ネットワークビジネス、まあ物によるっていうか大体そうなんだけど、あの基本的にネットワークビジネスになった友達にお金を貸すと、お金と友人両方失います。多分 100% です。あの絶対儲かり続けるネットワークビジネスはないので、いつか破綻して損するんですよ。で損した時にお金を貸しててお金が返ってこないと、その人間性というか友達との関係も失われてしまうんですよ。でもお金貸してなければ自分は損してないから、かわいそうな友達っていう形で慰めたり助けてあげることができるんですけど、やっぱりこいつ金返さねえってなると、なかなか対等な関係に戻れないので、結局お金も失って友達も失うことになるので、せめてお金は失わないっていう状態にしとけば、実は友達も失わなくて済むっていうのがあるので、ネットワークビジネスに参加している友達がいたら絶対お金は貸さないでください。もしくはもうなくなってもいいっていうぐらいのお金を使うぐらいで。ただ一回お金使うとね、もっと出せって言われるんですよ。なので基本的には1円も出さないっていうのがいいと思います。